はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で何で知るあんたにお届けできればと思います。はい、ですね、まあ僕が好きな浦和レッズがですね、この間 ACL の、まあ、ベスト16かなの試合でなんとか勝つことができて、ベスト8に進むことができました。はい、まあ、今週末はですね、まあ、大分の方で浦和が大分と試合をするので、それはちょっと見に行くのでちょっと楽しみです。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、ご質問をいただきましたので、それについて回答していければと思います。はい、なにわ花子さんですね、ありがとうございます、コメントしていただいて。外出の際にですね、履く靴をスニーカーにして、それを次々スニーカーを買うんですけども、なんかしっかりとですね、こうしっくり合わないみたいな、足に対して合わないで、ですね、むくんでしまったりとか、足の裏あるいは横までが熱を持ったように痛くて、そうなると翌日まで辛いですってところで、まあ、どういったことをしたらいいでしょうかっていうご質問いただきました。はい、なので今日のテーマっていうのは、足のむくみだったりとか、足の裏あるいは足のすねの横だったりとかが痛むっていうお話についてやっていければと思います。はい、でそういったですね、靴がこう合わないだったりとか、むくんでいく、あるいは足が痛くなってくる人っていうのは何が原因だと思いますか？はい、これはですね、はい、血流ですね、血流の循環っていうのがものすごく悪くなってしまってる状態です。まあこっちちょっと見ていただきたいんですけど、まあこれ一応足です。はい、赤いのがですね、こう動脈って言われるもので、青いのが、まあ、静脈っていうのがあったりとかするんですけども、人間の体っていうのは、まあ、血液がこう循環している中で、まあ足に行ったらですね、そこから心臓の方に戻っていく特徴があります。なのでふくらはぎっていうのは第二の心臓っていうふうに言われてると思うんですけども、このですね、戻る力っていうのがなくなってきてしまうとどうなるかっていうとですね、血液っていうのはこの静脈にですね、ずっとこう滞ってしまうわけなんですよ。でも血はこうやって来るわけなんですよね。血はこう来るけど、これが出ていかずにずっと積み重なっていきます。そうなるとどうなるかっていうと、ここ自体にですね、悪い血だったりとかがもう溜まってしまうような状態ですね。溜まってしまうような状態で、そこからですね、毛細血管っていうのもあるんですけど、そこからこういったですね、結晶、まあ、言ったら水分ですね、水分が出てきてしまうと、こういうむくみにつながってきてしまうっていうのがあります。はい、なのでそういう方はですね、こういうむくみっていうのが血流が悪いことによって起きてるので、まあ、これを良くしていくことっていうのが大事なんですよね。はい、じゃあなんでこういう状態になってきてしまうのかっていうと、まあ、これは人それぞれ様々なんですが、例えばずっと立ちっぱなしのお仕事をしてたりとか、あるいは逆、座りっぱなしだったりとか、はい、まあ、女性であればよくヒールを履いてたりとかですね、過去にやってたっていうのがあったりとかすると、ここですね、ここの部分の血流っていうのが滞ってきてしまって、むくみにつながって、あるいは血管だったりとかを締め付ける分、痛みとして出てきてしまったりとか、まあ、痺れとして足に出るっていうのがありますので、まあ、ここの血流をですね、良くしていくことっていうのを、今から一緒にやっていければと思います。はい、すいません、ちょっと喉がなんか枯れちゃってますね。したらやり方を説明していこうかなと思うんですけど、ちょっといくつかあります。はい、でこれ両方ともやっていただきたいんですが、まあ、右だけとりあえずやっていきますね。はい、まず一つ目はこの足首の全体のまず軽さっていうのを出していきたいなと思います。はい、でやり方としてはですね、やり方としては、まあ、右の場合はですね、左手ありますよね、左手で握手をですね、各指としてあげてください。はい、こんな感じで握手ですね、握手もうほんとグッとしてあげてください。でこれね、こう指を入れようとするとイタタタタタっていう方いらっしゃるんですけど、痛いってことはそんだけ指が使えてないっていう証拠なので、しっかりとですね、入るところまででいいので奥までグッと入れてあげてください。はい、でまずこの状態を作ることができたら、こっからですね、軽く足首を持っていただいて、ゆっくり大きく足首を回していきます。ゆっくり大きく足首を回していきます。でここでポイントなんですけども、回しながらですね、
こう来た時には指をしっかり反らす。逆に手前に引く時はしっかり曲げる。遠くに行く時は後ろに反らす。前に曲げるっていう風に足の指をですね、こうしっかり動かしながら足首を回してあげてください。はい、これをですね、大体20回ほどやっていきます。で、20回終わったら次、逆回しですね。逆回しで同じように、この時もちゃんと指を反らしたり曲げたりしてあげてくださいね。はい、そうするとですね、全体のこの足首のですね、筋肉っていうのが緩んでくる感覚っていうのがあります。まあ、触ってもらうとちょっと柔らかくなってるかなっていう感じがしたら大丈夫です。はい、まず20回ずつやっていただいた後に、まあ、足首をですね、こう比べてみると、やった方が明らかに軽くなってると思いますので、まずこれを一つやってみてください。はい、で、次やった後ですね、今のやつをやった後なんですけど、次はこの後脛骨筋って言われるですね、すねの裏側の方にある筋肉っていうのを触っていきます。はい、で、まず場所なんですけど、足首のですね、内くるぶしにポコッとした骨が皆さんありますよね。はい、そこからですね、指8本分ぐらい上、はい、この辺から下の方が特に硬くなりやすいっていうのがあります。はい、なので、ここから下をやっていくわけなんですけども、ちょっとごめんなさい、ズームしますよ。触ってほしい場所がですね、ここがちょっとすねの骨があるんですよ、骨、ここが。で、ここをですね、ちょっとこういくとペコってへこむんですね。こう、縁みたいなのが見つかると思います。縁が見つかったらですね、そこを親指でぐーっと押してあげてください。そうするとジーンってするような痛みがあると思うんで、その感覚だったりとかがあれとか、痛気持ちいいなっていう感覚があるのであれば触れてます。で、これをこのままですね、押しながら揺らしてあげてください。押しながら揺らす。はい、20秒ぐらい揺らしてあげて、で、揺らしてあげたら次またその下ですね、下を同じようにぐーっと、はい、で、また同じように下っていう風にやってあげると、後脛骨筋っていうのが柔らかくなってきて、足のむくみとかがですね、良くなる方が非常に多いですし、この足の裏がしびれるんです、痛いんですって方も、この後脛骨筋っていうところを、ケアしてあげたら結構ですね、痛みが減る方が多いので、ぐるぐるをやった後は今のやつをやってあげてください。はい、で、やってあげたら最後仕上げですね、最後仕上げにストレッチをちょっとかけていければと思います。はい、で、まあ、膝がこれは曲がる方限定なんですけども、この状態からですね、かかとが浮かないようにして、前の方にですね、ぐーっと体重をかけてあげてください。はい、そうするとこの裏がですね、伸びてる感覚、ふくらはぎの裏が伸びてる感覚があると思うので、その感覚が得られてるのであればストレッチはかかってます。横から見るとこういう感じですね。かかとが浮かないようにしながら前に体重をかける。はい、これも同じように30秒ぐらい深呼吸をしながらやってあげてください。もしですね、膝が痛くてこれが曲がらないんですよっていう方に関しては、よいしょ、はい、こういう椅子を用意していただいて、こっちをやりたい場合はですね、右足を後ろに引いてもらって、ここからぐーっと体重を前にかけてあげてください。はい、で、この時に膝をですね、ちょっと軽く曲げてあげた方がよりいいかなと思うので、膝を曲げた状態で後ろを伸ばすってことをちょっとやっていただければと思います。はい、こんな感じですね。っていう感じで3つの今ストレッチをお伝えしたんですけども、これ何をやってるかっていうと、先ほども言ったように血流、下肢の血流が悪くなってしまうのっていうのは、一つふくらはぎの筋肉がですね、硬くなってしまっているケースっていうのがものすごく多いですので、まあ、今のやってあげて静脈のですね、還元量、まあ、今圧迫されてこう滞っているので、それを戻す、心臓の方に戻すために動かしてあげることによって痛みが緩和するケースっていうのはたくさんありますので、ぜひですね、今の成長をやって
ていただいて、生活のですね、こうなんだろう、 QOL の向上に努めていただけたらと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくですね、この辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードして見てみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。